今日の相手は全然知らない選手だったんですけど、はい、まあ、左利きってことだけはまあ情報にあってで、まあ、全然どんなプレスしてくるか分からなかったんですけど、結構、まあ、あのバックはフラット系ですごいカウンターとかも良かったりとか、フォアも、まあ、サーブもファーストの確率がすごい良くて、そこに少しちょっと苦しめられてしまったんですけど、あのまあ、なんとか中盤から自分がどうしたらいいのかっていうのをちゃんと自分の中で考えて、こうしっかり深いボールを使っていくとか、こう、まあ、自分のいいボール、質のいいボールをしっかり打ち続けようっていうことにフォーカスしてできたので、まあ、逆転できたかなと思います。やっぱりファイナルセット の, あの中盤であのブレイクできたことがあの勝利の鍵になったと思いますか？そうですね、まあ、あのゲームはすごくデュースも長くて、アドバンテージ取ってても取れなかったりとか、相手のゲームポイントしのいだりって行ったり来たりだったんですけど、まあ、本当に相手も少し多分緊張していて少し打てなくなってきたなっていうのを、まあ、分かったので、そっちの方にしっかり狙っていこうっていう風な考えでやって、まあなんとか最後相手がちょっと力んでミスしてくれたので、そうですね、あそこはしっかり取り切れてすごく良かったなと思います。